かにな。なんかハンバーガー潰しちゃうとすごいかわいそうな気持ちなんですね。せっかくふっくらしてる子を潰しちゃっていいんですね。罪悪感。俺こんなハンバーガー潰して食べるの初めてかも。いただきます。何回食べても美味しいですね。ボッサバーガー、ボッサさんって、俺ここに来た時のお肉の香りの感じがなんかすごい独特だと思うんですよね。それがすごく好きで、すごく美味しいです。